1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。1コース4コース、おー外6コースはちょっと早いかな。1周1マーク、このカードは痛恨のコールが待っております。なおファンの皆様にお知らせいたします。6番の大久保優香フライング変換欠場、6番大久保フライング変換欠場です。6番の組に関する投票権はすべて変換となります。お手持ちの投票権着順確定まで大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。5コース、トップタイミングは5番の飯山、瞬く間に出ていく木田、石塚、戸塚、清水、4人を叩いて5コースまくり、強烈なパワー披露は5番の飯山。スタートは前提正常でした。あっという間に4人を叩いて5コースまくりは5番の飯山先頭。さあ2番手争い、2番の戸塚が立て直し、外に4番木田、2人のうちに3番石塚の姿、2マークの旋回、2番手先前放つ2番の戸塚、競りかける3番の石塚、ちょっと前が壁か、4番の木田峰幸、2番手は頭1つ2つ、2番の戸塚が前。さあ3番手猛然と1番の清水が追い上げて、中枠2人、3番の石塚、4番木田を交えての3番手争い、2周1マークの旋回、2番手まで狙いにいった1番清水ですが、2番の戸塚が振りほどく。さあそうなると3番手、さして3番の石塚、外回る4番の木田、両サイドから清水を挟み撃ち、一旦引いたのは1番の清水、3番の石塚と4番木田の競り合い、今度は内に進路を取り直すのは1番の清水浩二、2周2マークの旋回、3番手先前清水、さして3番の石塚、4番木田はちょっと遅れ取り始めた。さあ清水と石塚が今度は2番の戸塚追い詰めようとするんですが、2番戸塚2番手はキープ、最後の1マークへ向かいます。圧巻のパワー披露、先頭5番の飯山、最後の1マーク、2番手2番の戸塚が守り、3番手先前3番の石塚、1番清水離された、3番の石塚3番手抜き出してきました。5番2番3番の超位体系、ラストターンマークへと向かいます。まくり連発、今日連勝ゴールへ、先頭5番の飯山康、2番手セリカツ、2番の戸塚に3番の石塚、おっと振り込んでしまった、もつれた後方はアクシデントが起きています。先頭5番の飯山ゴールイン、2番戸塚ゴールイン、4番木田ゴールイン、6番西澤ゴールイン、なお3番の石塚久也は妨害のため失格、3番の石塚は妨害のため失格でございます。なおそして1番の清水は転覆のため失格、1番清水転覆のため失格でございます。このカードは3番石塚久也妨害のため失格、1番清水浩二転覆のため失格でございます。枠内3対3の進入です。第1レーススタートしました。カードから4番の内山が踏み込んで1周1マーク、角受け3番やらも出ている、やらがまくっていく4番内山がチャンス到来、バック側へ抜けていきまして、先頭は小差しから2番の荒木か、1番の砂永がそれでも踏ん張るのか。スタートは前提正常です。内枠両名のトップ争いを追って4番の内山は単独の3番手です。6番の久永は中つけず現在後方です。4番手トップ争いは2番の荒木から旋回していきまして、ホーム側へと折り返しますが、2番の荒木、ここは1番の砂永を内に睨んでわずかに先頭で戻ってまいりました。2周回目に移っていきます。2番1番の体勢を追いかけまして、3番手4号手の内山です。小回りも6番の久永は絡めませんでした。先頭から2号艇1号艇4号艇とバック側へと抜けております。さて後方では3番のやらがもたついてしまう格好になりまして、今1マーク付近でエンスト状態となっています。体勢は2番1番4番となっています。あと後ろは6番の久永、5番の野田、3番のやらは立ち往生となっています。2周2マークを旋回しホーム側へと折り返してまいりました。各選手これから最終周回です。先頭は荒木隼人、これを追って砂永智樹、そして内山俊介の体勢となっています。3周の1マークを各選手がクリアに入っていくところです。現在も屋良選手が立ち往生となっておりまして、この近辺をバック側へと抜けていきました。上位の体勢は2番1番4番、なお3番の屋良は失格となっています。
1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。ダッシュで、おっと5号艇、これはちょっと早すぎるか。1番、4番はダッシュが効いています。まずはコーナーセンテージ号艇中越、残念ながらスタートは問題があります。お知らせいたします。5号艇の山本浩二選手が勇み足フライング。5に関する投票権はすべて返還されます。ご注意くださいませ。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。第12レーススタートしました。5号艇の鷲がいいタイミング、1号艇も出しが効いた1番でありますが、三角がコーナー先手を取った。3番、おっと少しデッキに乗ってしまったのか。3番が振り込み加減でコンパクトに回った2号艇吉永幸福号艇の大橋順位調で、1番、2番、5番が上位を形成しています。前提スタート正常でございました。なお、お知らせいたします。3号艇の小林康選手、ここは転覆失格の模様です。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。2号艇の木村コースタートを切っています。1号艇加藤もいいスタートです。逃げの体勢作ります。1号艇の加藤夏樹、サス2号艇木村まくりに行った。3号艇中尾と5号艇の坂野、なお4号艇の大広にアクシデントがあります。1号艇加藤先頭、外から2号艇の木村、そして5号艇坂野、3号艇中尾4番手、6号艇原田、なお4号艇の大広にどうやらアクシデント。スタートは正常、スタートは正常です。お知らせいたします。4号艇大広崎は転覆のため失格です。4号艇大広崎、転覆のため失格となっています。1番、2番、3番、ダッシュ、4番、5番、6番です。スタートしました。2コース2号艇藤山、3コース3号艇藤岡なんですけれども、スタートは審議中です。投票権を捨てならないよう大切にお持ちください。2号艇藤山と3号艇藤岡、両者が際どい状況、逃げる1号艇川北、なおスタートは審議中です。投票権を捨てならないよう大切にお持ちください。お知らせいたします。2号艇藤山雅宏、3号艇藤岡俊介、両者はフライング返還決勝。11レース2番と3番に関する投票権すべて返還です。投票権お捨てにならないよう大切にお持ちください。1番、2番、3番、ダッシュ、4番、5番、6番です。スタートしました。インから4号艇谷川、3コース3号艇川島、5コース5号艇石本、コースタート、逃げる1号艇谷川、3号艇川島まくり出しに行って内を狙った2号艇岡田、あとは5号艇石本と6号艇国崎、後方5号艇にアクシデントが発生です。トップ争いとなって1号艇谷川のうち3号艇川島地元両者、3番手は6号艇国崎、4番手2号艇岡田、5番手で4号艇の野口。スタートは正常でした。1号艇谷川トップ、2番手3号艇川島、3番手は6号艇国崎。お知らせいたします。5号艇石本博夢、落水のため失格です。1番、2番、3番、ダッシュ、4番、5番、6番です。スタートしました。インコース2コース思い切ったスタートを確定、1周の1マークへと向かっていきます。現在スタート判定中、お手持ちの投票権大切にお持ちください。現在スタート判定中となっています。お知らせいたします。2号艇村岡健人、フライング返還決勝。2番に関する投票権は全て返還となります。お手持ちの投票権は大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番でスタートしました。ダッシュ勢がわずかに好スタートに、3コースがへこんでいます。角から4号艇和田が伸びるが、3号艇あたりが抵抗か。1周1マーク、その隙に1号艇先前に中板、付け前に行った4号艇和田、両者競り合った。内はちょっと後ろ V ギアで5号艇6号艇あたりがもつれてバックスレッジでありますが、先頭は持たした。受け止めて1号艇の中板正史、2番手4号艇和田の内から2号艇野間が並んで並走、あとは4艇身5艇身遅れて4番手単独3号艇松江で、スタートは正常でした。5号艇の古川が1周1マークで失格となっております。
さあやはりここも本番はピット離れ良かった4号艇堀本和也、スタート展示よりは一つ内2コースを伺います。第13回山田屋東洋花杯開催2日目の攻防後半戦、カードは第8レースで予選競争。対戦メンバーは1号艇三笘照之、3号艇原田俊典、4号艇堀本和也、5号艇山下匠、6号艇桐本康富。なお2号艇の古川雅之は前半レース負傷のため欠場しております。正木、大原、吉田、原、木村、松田の並び、スタートしました。内寄りがわずかに好発進です。一周の一マークへと向かって逃げる体勢は1号艇の正木、3号艇が握ってく、いや、まくり差しにチェンジ、2号艇が内をついて、さらに2番差しから4号艇の原も続くバックストレッチですが、先頭は押し切りました。さっと前を締めて1号艇の正木政権、2番手2号艇の大原優勢ですが、内からへさきかかってきた4号艇原、外に控える3号艇吉田でスタートは正常でした。一周の2マークはトップ旋回が1号艇正木、2番手内から4号艇をつけて回る、小回り原に握って2号艇包んでいくのは大原、さあして3号艇の吉田がやってきてホームストレッチ、先頭だけ抜けています1号艇の正木政権、2番手争いからは直線コース2停止前に出た2号艇の大原、そのすぐ後ろで内外3号艇4号艇が並んでつけて、2番手争い3艇混戦続いた2周1マーク、3号艇小さく先取りは吉田、そこを包んで2号艇の大原、さあして4号艇原が迫ってバックストレッチですが、今の2番手は2停止ほど2号艇大原が守っています。3番手に4号艇の原、おっと1艇1マーク出たところで止まっています。2周の2マーク、トップは1号艇の正木、2番手で2号艇大原、3番手3号艇内からやってくる吉田の外をかわして4号艇の原が3番手をキープ。上位体系は1番2番4番、今6号艇止まっていた松田が走り始めています。お知らせいたします、6号艇の松田純平は失格となっています。